この動画ではセンターが支援した企業の成果事例の紹介をしていきます。桐生市の小池染色様にご協力いただきます。小池社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは小池社長に会社の概要と産業技術センターと共同開発した製品についてご紹介していただきます。弊社は群馬県桐生市にて大正時代に創業してから現在に至るまで絹を中心とした様々な糸の染色加工に携わってきました。現在は染色の他にも精錬、柔軟加工、塗り付けなどの加工を行っています。伝統工芸品である桐生織から最先端の織物に至るまで様々な用途の糸に対応し、全国の産地と取引を行っています。また最近は弊社の保有する技術を生かして染色した絹糸を素材に用いた絹製品の製造・販売にも取り組んでいます。そのような中でさらなる魅力のある商品作りを目指し、消臭・抗菌などの機能性を付与したオリジナル絹製品の開発を検討しました。そこで産業技術センターと共同研究に取り組んだ結果、消臭機能のあるシルク玉、抗菌性のあるシルクネックウェア、風合いを改良したシルクタッセルなど特徴のある様々な絹製品を開発することができました。センターの役割や研究支援の内容を教えてください。試作品の開発において製品の設計や作成条件についてアドバイスをいただきました。また試作品の評価試験を行っていただき、その結果をフィードバックしながら開発を進めることによって目的とする絹製品を完成させることができました。センターとの共同研究で良かったことはありますか？弊社が保有していない製造設備や試験機器を利用して試作品の開発に取り組むことができました。この際、さまざまな専門分野の職員の方々と協力しながら技術的な課題の解決を行うことによって効率的に研究を進めることができました。また研究成果を産業技術センターとの共同開発品として展示会に出品する機会が得られ、来場された方々に製品の魅力をアピールすることができました。これからの課題など今後の予定はありますか？共同研究の成果を活用して消費者ニーズに応えられる製品を開発していきたいと考えています。また引き続き繊維加工技術の向上を図っていくことによって弊社の強みとなる製品・技術を生み出せるように取り組んでいきたいと思います。小池社長、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。